はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。見えてんのかなこれ。はい、今セントルクスで、ライト点灯してる状態で映してます。でね、ロードの上に、カメラつけて、でロードに、あと電気、セントルクスの、今回レビューする、電気をつけました。はい、こんな状態です。すごいよく見えるでしょ。多分ね、僕の顔わかるんじゃないかなと思うんですけど、いつもこんな感じの、いつものぐらいの感じの距離で、ちょっとめっちゃ眩しいんだけど。で今セントルクスなんで、この状態でちょっと離れていきます。はい、余裕でもう20メートル以上離れてますね。はい、はい、もうだいぶ離れました。これで40〜50メートルぐらいは離れてるかな。はい、バッチリ見えると思います。これ手見えるかな。これこっちは手グローブはめてなくて、こっちはグローブはめてる。手どうだろう、見えるんだろうか。これちょっと分かりませんけど、あと服はね、もうこれ光る素材のやつ着てきてるんで見えると思います。はい、そんな感じで、すごい眩しいですよこれ。正直この自転車向かい側から来たらね、かなりムカつくと思いますぐらい眩しい。いつもね、だからこういうので走ってる時はもうこのまんまで走ってると、もう向かい側の人に迷惑なんで、いつもこれをこう下げます。これぐらいまで下げちゃいます。はい、こんな感じにします。はい、これだと今ね、この僕の頭の上に ついてるカメラでも見えてるんですけど、これだったらね、眩しくないです。同じセントルクスでもやっぱり下に向いてるんで眩しくないです。その代わり、前方の視光性っていうかね、見え方は悪くなるんですけど、まあ人と通過するちょっとの間だけこれは我慢した方がいいかな。これぐらいまで大丈夫かな多分。これだったら10メートル先、20メートル先ぐらいまで見えるんだけど、ああこれでもね結構眩しいけど、さっきよりはいいです。これだったらねちょっとは許せる。だけどさっきの状態が一番いいかな。うん、はい、でちょっと中の状態にしてみましょうか。はい、これが中の状態。中の状態ね、もうだいぶ暗いです。先ほど街中はずっと走ってたんですけど、街中走ってた状態の、中の状態ですね。これだとそうね、これでもやっぱりね、向けられたら眩しいなって感じはするんで、まあそれはその辺は注意は必要だと思います。はい、でこれで次弱の状態。はい、もうねこれだと、はっきり言って夜この河原を自転車に乗るのはおすすめできないぐらい暗いです。はい、真っ暗だけど暗いけどこちらから見て明るい電気がついてるのは見えるんで、街中はもしかしたらこれでいいかもしれないですね。中じゃなくてもこれで十分アピールできるんじゃないかと思います。ちょっと離れてみましょうか。結構離れた状態から見ても眩しくはないけど、ちゃんと自転車がいるなと、何かが電気がつけてそこにいるなっていうのは分かります。実際今こうどうだろう、20メートル30メートルぐらいかな、20メートルぐらい離れてますねの状態で、多分僕のことほとんど見えないんじゃないかなと思うんだけど、けどこちらからははっきり見えてます。はい、そんな感じですね。はい、これなんですけど2分間だけね、2000ルーメンっていうモードがあります。これむちゃくちゃ明るいでしょ。さっきのあっちの家とかもすごいはっきり見えると思います。もうねとんでもないです。今5メートル、だいたい10メートルぐらいまで離れます。20ですね、これで20メートルぐらい。これはねはっきり言ってとんでもないですわ。2分間だけこういう状態のモードになるんですけど、明るすぎます。これはね多分まあ自転車乗ってて使うシチュエーションはないかなという感じのものです。はい、はい、それでストロボ
ストロボをね、これ見えますね、このストロボ。このストロボね、かなり速いんで、見えます。すごい見やすい。あのね、地面結構はっきり見えるんで、今これ僕の頭の上のカメラからの映像を見て分かると思うんですけど、うざいです。これはうざい。この自転車向かいから走ってきたらむちゃくちゃうざいですね。はい、まあ、それぐらい眩しいです。まあ、そんだけ効果あるってことでしょうね。だいぶ明るいです。はい、そんな感じです。でね、こいつのいいところは、モードをこう低中高とこうやって切り替えできるんですけど、で今中にしますね。はい、この状態で、で電源落とします。で電源落として最初に入れた時、その最後に使ってた中のモードで立ち上がってくるんですね。だから低、最後に低で終わらしてた場合、上の電気切ろうか、手で終わらしてた場合で電源切ると、最初に電源入れた時に手で始まるんですね。これがね、ありがたいかな。これはすごいありがたいですね。いつも必ず最初に台で立ち上がっといて、その後交代するっていう、そういうのじゃないんで、非常にありがたいです。それだとね、めんどくさいですからね。やっぱこれがいいですね。はい、いかがでしょうか。これなんですけど、はい、こんな感じのものです。はい、ここね、これ分かります、これ、ここに、まあ、メーカー名書いてあって、ここにスイッチがあります。このスイッチ入れるとバチッとスイッチ入るんですけど、ちょっと明るいとやりにくいから暗いにします。はい、ここにね、今見えるかな、青い電気ついてます。はい、こういう感じで青い電気がついてるうちは走れてっていうか、ちゃんまだバッテリーありますよっていう感じでね、走っていくうちに赤くなってきます、点滅して。で、赤くなってその後点滅かな。で、あのね、これの面白いところはいきなりバチッと切れます。だからもう最後の最後までこの明るさをキープしてくれます。だんだん暗くなっていくタイプではなくて、いきなりブツッと切れます。その代わりここにちゃんとインジケーターになっていて、ここに、あとどんだけだよ、もうすぐ切れるよというのが出るようになってます。それがありがたいかな。ただね、いきなりブツッと切れるんで、こう赤くなって点滅し始めたら、ちゃんとそこの時点で電池交換してあげないと、大変なことになります。いきなり真っ暗になりますからね。はい、その辺だけ注意です。はい、はい、こんな感じで、でね、後ろここなんですけど、 USB の、はい、口がついてます。でここで充電ができます。これね、充電、ちょっとつけちゃった、充電ね、意外と早いです。高速充電できます。あと電池はこの後ろくるくるって回して、こういう感じ取ります。この電池なんですけど、18650というタイプの電池です。で 3100mAh のタイプ、これ推奨みたいで、こいつ入れとけばいいみたいですね。他の電池使うとちょっとね、微妙な動きします。他のアンペアのねやつ入れると微妙な動きするんで、これが推奨みたいです。ちょっと問い合わせてみました。最初ね、別の電池で試してみようかなと思って試してみたら、ちょっといきなり切れちゃったんで、あれどうしたのかなと思ったら、スイッチ押しても何にもならなかったんで、聞いたらそういうことみたいです。はい、でこの電池にしてるときはもうノントラブルで、ずっと使えてるんで、問題ないと思います。そんな感じです。はい、なかなかね、意外とね、これ軽いんですよ。他のメーカーとかだとここが でかかったりとかするんで、結構重いんですけど、これはね、非常に軽いです。なんで非常に自転車にはいいんじゃないかなと思います。
今は、設定が、低中高とある中の中になってますですが、もうねかなり周りが明るいんで、全然ついてるのがわからない。微妙にこうちょっとわかるんだけど、ほとんどわからない。はい、ですね、今ハイのモードで、河原入ってきたんですけど、これねちょっと広くってですね、この電気こういったカーブの時も、カーブする先がね見えるんですよ。あの前ねスポットのタイプのやつつけてたんだけど、それだと、ちょっと見えないんですよね。その辺が非常にいいですね。寒っ。ちょっと寒くなってきた、回さなきゃ。もうなんかねだいぶ寒くなってきましたよ。今夜7時なんですけど、寒いです。で、もうカーブというかねコーナーです、90度曲がります。この90度曲がるときにもう見えてるんですよね、だいぶこっちが。そうこれがすごいですね。はい、人がいます。ちょっと下下げますね。はい、あれぐらい下げれば多分大丈夫だと思います。やっぱりね、明るいと自分の安全も確保できるんだけど、その代わりね眩しいっていうあのデメリットもあるんで、そこはね、向きを変えたりとかして、カバーできるといいですね。送られてきた時この箱、まあ、あのでっかいパッケージ入ってたんですけど、その中にこれが入ってました。こんな感じのね、ちょっとおしゃれな箱。まあ本当にね、最近は箱が凝ってますけど、まあちょっと開けていきますね。こんなね、なんかシリコンっぽい感じのゴムがくっついてました。こんな感じ。で、開けますと、はい。これサンキューカードですね。サンキューカード、各国語、6カ国語のサンキューカード、日本語も入ってます。で、説明書。説明書もですね、日本語入って、これはね、4カ国語です。はい。で、このビニール、これなんですけど、ここにね、このサラサラ感のあるビニールにここに入ってました。で、ここにはまっていて、このスポンジがありましたと。で、これが、これね、ストラップです。ストラップを、ここにね、つけれるようになってます。つけて使うことができます。まあ、自転車で乗るときはね、ストラップつけてるとバタバタしちゃったりとかして、邪魔なんで、つけない方が多分多いんじゃないかなと思います。ただね、別でね、持ち歩いたりとかする場合、こんな風にストラップつけて、持っているのはいいんじゃないかなと思います。あとこちらね、USB の、蓋、まあ多分こういうのって使っていくうちにちぎれちゃったりとかするんで、2つね予備が入ってます。あとこの O リングも入ってますね。 O リングはこの電池のここですね、ここに入ってる O リング、はい、これだとね防水になるんですよ、 O リングは。で、あともう一つなんかね、こう透明なボタンみたいなので、多分ここの替えじゃないかなと思うんですけど、これどうやって替えるかちょっと全然わかんないですけど、そんな感じのものが入ってますと。あとね、まあ、充電できるタイプなんで、
USB のケーブルで、もう一つね、これあ、これ忘れちゃいけないですね。シルカゲルです。はい、これはいいとして、まあこれ入ってるからね、あの乾燥して、まあ、どうなんだろう、乾燥してるといい感じで保たれるのかな。これなかなかいいんですけど、今ちょっと、無駄なこと話しましたが、これ、こんな感じにしまってベルトにつけたり、こう何かにぶら下げたりっていうのができる。これね、キャンプとか重宝するんじゃないかな。けど懐中電灯を脇にくっつけて歩くとかイメージちょっとわかんない感じもしなくもないけど、これね、あのゴツゴツしてるんで、こういう入れ物に入ってるとなんか一緒に持ってくのにいいかもしれないですね。こういう風に、はい、ここにスルーナイトって書いてありますね。まあ、スルーナイト、このメーカー名ですけど、はい、これね結構良くてですね、これね Amazon で、6595円、はい、そうですね、特別安いというイメージはないですけど、まあ高機能なんで、高機能というかね、結構しっかりした高機能、まあ高機能といえば高機能だろうな。これなかなかいいんで、僕はねこれちょっとこれからはこれ使っていこうかなと思います。ただね、いきなりさっきまで明るかったのにいきなりブチッとかって切れるんで、予備で必ず電池は1個持っていこうかなと思ってます。はい、まあ今もねこういうの使ってるんですけど、必ず予備の電池1つは持って持ち歩いてるんで、あとこれ軽いんで、うん、今までのよりはだいぶ軽いんでいいです。うん、これ使っていこうと思います。はい、今回の動画ね面白かったな、参考になったなという方、ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。眩しい。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいねー。